こんにちは、のりさんです。今日もご視聴いただきありがとうございます。昨日の今日でまたちょっと動画撮ってるんですけども、世間は3連休みたいですね。昨日気づいたんですけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日のお話は、何かっていうと、またちょっと自由というものについて話そうと思うんですね。でこの自由ってものについては以前から繰り返し話してるんで、今日の話も何度目かになっちゃうんですけども、なんで人は自由になれないのかっていうと、簡単に言うとこの自由の反対側のベクトルですね、自由の反対ってのは不自由な状態なんですけども、実は人はこの不自由の状態の方が安心感を得られるからなんです。で、昨日の動画でもちょっとコメントいただいたんですけども、毒親と一緒に住んでいて、その親が嫌だからっていう、そういう相談の長文のコメントをいただいたんですけども、でも私から言わせると、別にその親が嫌なら家出ればいいんじゃないの、もう一人暮らしすればいいんじゃないのって、そんだけの話なんですよね。例えば電話がかかってきても着信拒否するとか、着信拒否はしないにしても10回に1回ぐらいだけ、電話出るようにするとか、もうその時も適当に仕事が忙しいからとか理由をつけて、とにかく離れるようにすればいいだけなんですよ。で、解決方法って本当シンプルでそれだけなんですよね。で、私も実際血縁とはすごく仲が悪くて、で私の場合は親と仲が悪かったって言っても、仲が悪かった父親はもう死んじゃったんですけども、だからね、親戚とか兄弟とすごく仲が悪かったんですね。で何年か前にもう家を出て完全に離れることができたんですよ。で離れて分かったことは、その離れることによって結局問題って解決しちゃいましたし、もっと言うと何年か離れたことによってその仲がね、その血縁との仲が改善されちゃったんですね。だから結局人間関係ってそういうもんで、離れることによって簡単に解決するんだってことがやっぱりね、これあると思うんですよ。ただそういう私も実際家を出る前はなかなか実家を出ることができなかったんですよ。でそれにはいろんな理由があって、例えば周りからの意見ですね。周りからの意見っていうのは、例えば私長男なんですけども、長男だったら親の面倒をもうずっと付き添ってみるべきであるとか、あと持ち家があるんですけども、家があるんならその家を守っていくのがお前の役割だろうって、そうやって周りの人は本当好き勝手なこと言うんですよ。でもあえて私はここで言いますけども、そういった周りの意見なんてもうガン無視で OK なんですよ。もう聞かなくて OK なんです。でこれは前回の動画でも話したんですけども、これが言ってみれば自分軸ですし、もうあるがままの生き方なんですね。でも私たちはどうしてもこの長年植え付けられた常識感とかにとらわれちゃってますし、あるがままに生きるのがいいんだろうなって思いつつも、本当にあるがままに生きちゃっていいのってね、思っちゃうんですよ。で、なんでそんな風に思っちゃうのかっていうと、これはもう社会のシステムがそうなってるからだって風に言えちゃうんですけども、要はみんな自由になれないのは、個人個人の決断力の問題とか行動力がないとか、もちろんそういうのもあるんですけども、でももっと根本的な話をすると、もうこれまでの人類歴史の積み重ねでできてきた集合意識というか、もう構造的にそうなってるんだってのも、これも原因だと言えるんですね。
で、この構造的な原因っていうのは何かっていうと、ですね、まあ今からもう何万年かの昔って、まあ原始時代なんですけども、その頃って、まあみんなで槍持ってマンモスとか追っかけたりしてたんですよね。で、その頃の人類っていうのは洞窟の中でみんなで生活をしてたんですけども、まあ当然周りには猛獣がいるんですよ。サーベルタイガーもいますし、コヨーテもいるでしょうし、まあ毒蛇だっていたと思うんですね。だから常に何かの心配をする。要は周りにある危険に対して常にアンテナを張って、その将来に対する危機感を抱くってことが、まあ生き残る上で必要だったんですね。で、こういった生き残るために将来のその危険を心配する、未来の危険を心配するっていうマインドですね、まあこれ言ってみれば思い癖なんですけども、そういった感覚がやっぱり今の私たちにも残ってるんですよ。で、そこからさらに時代は進んで、やがて大陸の方からこの農耕というものが入ってきて、で、人々は次第にその村、要はコミュニティを形成して、集団で特定の場所に定住するっていう、そういう社会システムが出来上がってきたんですね。となると、今度は、集団の中で生きなければならないってことをみんなで考えるようになったんですよ。で、コミュニティというその集団から出たらもう生きていけないし、コミュニティがある意味そのシェルター的な役割を果たして、まあ集団でより楽に生きられるようになったんですよね。だから、集団で楽に生きられるんですけども、でもその分その中で揉め事とかを起こしちゃいけないから、みんなで仲良くしなくちゃいけないし、まあ言ってみればいい人じゃないと、昔は平気でみんなに殺されちゃったりしたみたいなんですよ。で、これはね、岡田斗司夫さんが確か動画で話されてたんですけども、なんかね、ちょっと誰の本か忘れたんですけども、考古学者の方が何万年か前のこの人類の骨を調べて分かったことだそうなんですけども、その、骨の全体の何パーセント、これがかなりの高い率だったみたいなんですけども、全体の何パーセントの人が頭蓋骨の左側が陥没してたのが死因で、それが原因で亡くなってたってことが分かったんですね。で、これってどういうことかっていうと、要はね、結構多くの人が、その要は当時の一番高い死因ですね、その死んだ原因っていうのが、仲間にね、殴られて死んでるらしいんですよ。要は右利きの人が、バーンって頭殴るから、だから相手の左側の頭蓋骨が陥没して、それが死因になってるってことだったらしいんですね。だから、要はみんなで昔は集団生活してたんですけども、集団行動で、例えば狩りができないどんくさいやつだとか、そのみんなの足並みを乱すやつっていうのは、もうみんなすぐイライラしちゃって、もうあっという間にボコボコに殴られて消されちゃったそうなんですね。で、さらにそこから農耕時代になって人間がコミュニティを形成するようになってからは、その殴られて死ぬ人の割合がすごく増えてるそうなんですよ。で、これは骨を調べたら本当にもうそうだったってことみたいなんですね。だから集団生活においてみんなと歩調を合わせて、自分はもう集団に溶け込めるちゃんと調整を守れるいい人なんだよってことをアピールしないと、すぐに村八分にしてやられちゃったそうなんですよ。だからね、そんな歴史的経緯もあって、私たちの脳の中にも集団生活で良い人でなければならないという、そういった観念が刷り込まれてるんですね。で、これはおそらくもう遺伝子レベルで刷り込まれてるんだと思うんですよ。だから今の社会においても私たちはコミュニティから出ること、まあこれコミュニティってよりも、まああえて箱庭って言った方が分かりやすいと思うんですけども、私たちは箱庭から出ることに対して恐怖心を抱くようになってるんですね。例えば箱庭っていうのは、
家族という箱庭もそうですし、あとは会社ですね、その会社組織という箱庭もそうですし、まあこれ全部そうなんですよ。でこれよくよく見ればわかるんですけども、例えば今回質問いただいた方のように、親が嫌いですって言っても、あの別にその人の首に首輪がついていて、その首輪につながった鎖をその親が握ってるわけじゃないんですよね。でこれは会社でも同じで、その会社を辞めて起業したいって思う人多いと思うんですけども、でもなかなかそれができないのは、その自分の中に会社という枠から出ることに対する恐怖心があるからなんですよね。でもよくよく見ると、別にその人の足に足かせがついていて、でその鎖を会社の社長が握っているとか、全然そういうわけじゃないんですよね。自分の体には首輪もついていないですし、もちろん足かせなんて最初からついてないんですよ。でもあたかも自分の足に足かせがついて鎖でつながっているように思っちゃってるんですね。でそれがなんでそんな風に思っちゃうのかっていうと、もう本当何千年も昔に遡ると、もう脳の本当深い部分に刷り込まれたこの集団生活によって生き残らなければならないんだって、そういう思い込みだったり、その集団生活の中で自分は良い人でならなければならないっていう、そういう思い込みなんですよ。でこの時の良い人っていう基準は、そのコミュニティの中の独自のルールに過ぎないんですよね。でこれって家族で例えると、まあ、分かりやすいんですけども、例えばある家庭では子供に毎月10万円を生活費として入れさせなければならないっていう、そういうルールでやってる家族もあるでしょうし、でも別の家族は反対に親が毎月子供に10万円ぐらいお小遣い渡すのがそれが普通ですっていう、そういうルールでやってる家族もあるんですよ。だからこういったそれぞれのコミュニティの中のルールって、そのコミュニティの中にいる人にとってはそれが当たり前のことのように思えるんですけども、でも一歩外から見ると、なんでそんなルール守ってるのってすごく滑稽に思えるんですよね。だから今回ご質問いただいた方も、その私は親が嫌いですとか、その父親にすごく支配管理してきましたってもうずっと言ってたんですけども、でも私からすれば、いやなんで家出ないのって、もう本当それだけなんですよ。別にあんたに足かせついてないじゃん、もう首に鎖ついてるわけじゃないから、だからもう自分の足とか首よく見てみなって、もうそんだけの話になっちゃうんですよ。まあ、だからその自由になれないのは、自分の中にある私はこうあるべきだ、私はこうするべきだっていう、その変な観念なんですよ。でその観念っていうのは、自分自身は正義感だと思ってるんですよ。でもその正義感っていうのは、自分が所属している例えば家族というコミュニティとか会社っていうコミュニティ、この非常にめちゃくちゃ小さなその箱庭の中だけに適用されている、もう本当幻想みたいなもんでしかないんですね。でも人はその幻想の箱庭の中にいると、心のベクトルとしては安心感を感じるんですよ。要は縛られることで安心感を感じますし、その生きるということをルールで縛ることで、なんかそのコミュニティに保証してもらえるように思っちゃうんですね。で、もっと言うと、コミュニティに依存をすることによって、ルールに縛られながら楽に生きることができるんですよ。で、なんで楽なのかっていうと、何にも考えなくていいからなんですよ。ただ親が嫌だとか、その会社の誰々が嫌いだとか、給料が安いだとか、こうやってとりあえず文句を言ってれば、箱庭の中で一応生きていけるんですね。でもデメリットとしては、それは自由ではないですよねって、まあそういう話になるんです。だからね、私からすると、その旦那が嫌で離婚したいけどできませんとか、その親が嫌いだけどその一緒に暮らせな
なきゃいけないからどうのってのは、これはちょっと厳しい意見に聞こえるかもしれないんですけども、私からすればそれ問題じゃないよって言いたいんですよね。もう嫌なら離婚すればいいじゃんって、本当それだけなんですよ。でもちろんここで離婚をするっていう選択をするとなると、子どもの養育費をどうしようとか、そういういろんな課題は出てくるんですよ。でも課題が出てきたら一つずつ解決するしかないんですよね。でこういったことってまあ誰でも経験するんですけども、要は課題を解決できないで放っておくと、それが積み重なってどんどんと問題になっていくんですよ。ただこの問題を解決するときも、問題のほとんどは実は解決する必要もなく勝手に解決するとも言えるんですよ。でこれどういうことかっていうと、要は問題ってもう本当課題でしかないんですよ。で課題ってのは、例えばお腹が空きました、じゃあお腹が空いたらご飯を食べましょうってなるじゃないですか。これと一緒なんですよ。なんか体が臭いなとか頭がかゆいなってなったら、じゃあそろそろお風呂入ろうかって風になるんですけども、でもお風呂入るのめんどくさいなって私たまにそういう風に思うんですけども、だから2日ぐらいお風呂入らない時とかあるんですけども、でもこの親と、嫌な親と離れることができません、その嫌いな旦那と離れることができません、自由になれませんっていうのは、その問題のレベルとしては、実は頭がかゆいけどお風呂入るのめんどくさいなって悩んでるのと実はね同じなんですよ。本人はすごい大問題だと思ってるかもしれないですけども、でも大抵の場合はそれはもう課題でしかないんですね。だから課題だからただやればいいんですよ。でこうやって考えると、自由になれない人っていうのは、要はね課題を問題にして悩んじゃってるんですよね。でほとんどの場合で悩む必要のないことでみんな悩んでるんですよ。でこの悩むって行為は本当はもうそれ自体がすごく無駄なことであって、悩む時間があったらただその課題をもうこなしていけばいいだけなんですよね。まあお金がないなら例えば誰かにお金を借りるとか、あとは役所に行っていろいろ申請してなんか金もらえる方法ないかなとか調べてみるとか、こうやって一つずつやるしかないんですよ。でもこういう行動を、その課題を解決する行動を一つずつやるっていうのは実際エネルギーがいるんですよ。でも箱庭の中に自分で収まっていればエネルギー使わないから楽なんですよ。だから家族という箱庭、この会社という箱庭っていうのは、要はその人にとってシェルターになるんですね。で、シェルターに入ってれば、それは当然楽ですけども、でも自由じゃないよねっていう、まあこういう話になるんです。で、自由になろうと思ったら、シェルターの外には今までに経験したことがないいろんな課題がどんどんと出てくるから、で、それをこなすためにいろいろ行動する必要があるんですよ。でも、行動するのって実際体力もいるしエネルギーも使うから、まあしんどいんですけども、で、そのしんどいを理由にして、その悩みという形で、私は離婚したいんです。でもできないんです。私は親元から離れたいんです。でもできないんです。っていう、まあこういう無限ループになっちゃうんですよ。で、こういう無限ループになるんですけども、でもそれ旗から見ていると、実はただ愚痴を言っているってだけなんですよね。要は問題を、課題を解決する方向とは別方向に行っちゃうんですよ。だからね、これは本当ちょっと厳しい話にもしかしたら聞こえるかもしれないんですけども、その何年も同じことで悩んでいる状態とか、もう下手すると10年20年同じ問題でずっと悩んでいる状態っていうのは、もうこれは本人がその悩むということを自分で望んでやってるに
過ぎないんですね。で、口では自由になりたいですとは言うんですけども、でも本当は自分の足に足かせなんてついてないのに、自分に足かせがついているんだってことに本人がそうしたいと思っちゃってるんですよ。だからみんな自由になることを望みつつもなかなか自由になれないのは、それはまあもちろん今までの人類史の集合意識の積み重ねによるその観念ですね。要は箱庭の中で何も考えずに楽に生きるというその安心感、こういう刷り込みももちろん影響していますし、でそれによって本当は誰も足に足かせなんかついていないですし、だから言ってみれば最初から全ての人はもう完全に自由なんですよ。で本当はみんな最初から自由なのに自分から枠の中に入ろうとしてしまうっていう、こういうマインドが働いているんだっていう、まあこの仕組みが見えてくると自由ってのはどういうことなのかってのが分かってくるんじゃないのかなと思って、今日は、なぜ自由になれないのかというテーマで改めて話をしてみました。はい、今日の話もなんかよくわからない話に聞こえてしまったかもしれないんですけども、今日も最後に皆様からいただいた質問にお答えしてから終わろうと思います。バイオレットさん、今日も素晴らしいお話ありがとうございました。修造さんのインタビューの前で悔しいと言って涙していた羽生選手にこのメッセージを届けてあげたらどんなに心が救われるのではないかと思いながら拝聴しておりました。でもきっと彼だったらプロセスが大事なこともうすでに気づいているかもしれませんが、羽生選手と宇野選手を応援していた私も救われましたというコメントいただきました。はい、ありがとうございます。この羽生選手についてのコメントを、他の方からも何人かいただいたんですけども、正直私そのオリンピックをやっているっていうのは皆さんのこのコメントでさっき知ったんですね。まあそれぐらい、まあスポーツに興味がないんですけども、そうですね。まあこのコメントは昨日の動画の本当の成功とはどういうことなのかって、まあ成功について話した動画でいただいたコメントなんですけども、スポーツというのは、まあこれ小林正寛さんのお話の、まあ引用になるんですけども、スポーツというのは、本来その選手が一生懸命にプレイするその姿をみんなが見て、それでみんなが感動して、もちろん本人もその自分が情熱を注いだそのスポーツの競技を一生懸命プレイすることによって本人も感動体験をするだけですし、でそれが要は目的だってことなんですね。でもそこに順位とか点数というものを設けて、その要は勝ち負けのヒエラルキーを作ってるからおかしくなるんですよ。で本来勝ち負けなんてどうでもいいことなんですよね。やっぱまあ私はスポーツは興味ないんですけども、でもその選手が一生懸命プレイする姿、まあそのフィギュアスケートとかでもすごい芸術的なものだと思うんですよね、本来は。だからそこでその金とか銀とか銅とかなんてそんなことはどうでもよくて、もう一人一人好きな選手を見て、でそれをみんなが見て感動するって、その構図が出来上がっているだけでももう本当素晴らしいことなんじゃないのかなと私は思っています。ポエエスキさん、最近思うことがあるのですが、今後わがままの文化になる中で商品や作品を作る上でもお客様のことを考えなくても良くなると思われますかっていう、まあ質問なんですけども、これも前回の動画の、まあ、成功について私の考えを話したんですけども、要は前回の動画では本当の人生の成功ってものを考えた時に、それはもう本人があるがままに生きること、いかにもう自分らしく生きたかってのが、それが成功なんだよっていう、まあ、話をさせていただいたんですね。
で、それに対していやいや、みんながわがままに生きたら、そのビジネスにおいて自分の好きなもんだけ作っていてのも、それで要は需要と供給が回るのかっていう、まあそういう素朴な疑問だと思うんですけども、私は時間はかかると思いますけども、そういうふうになっていくと思うんですね。で、それが例えば、昔はテレビというその大組織のマスメディアが席巻してたんですよ。で、今はどんどんと多様性が進んで、例えば YouTube の中ではいろんな YouTuber がいるんですね。要は YouTuber 一人一人がテレビの、昔のっていうテレビの放送局のその番組の一個一個なんですよ。で、中にはチャンネル登録者数がまあ何万人もいる人もいるんですけども、でも何千人ぐらいの登録者数の人でもすごく面白い、本当に本質的な話をする方っていっぱいいるんですよね。で、そういった各々の YouTuber の個性と、で、見る人とのマッチングですよね。同じ価値観がちゃんと合えば、それで需要と供給って成り立つんですよ。だから商品やサービスを作るのも、これも同じことだと私は思っていて、昔みたいにそのマスに対してこうだっていう情報を提供するとか、今はこれが流行りです、タピオカ流行ってます、ドーンって情報を発信するとか、そういう流れってもう終わったんですよね。もう終わっちゃってるんですよ。で、実際そのマス層 70% のマス層って実はもういないんですよ。もう今細分化して多様化しちゃってるんですよね。ただ今は時代の過渡期なんで、その多様化した需要と供給のこの流れが、まだその全ての人がじゃあ仕事になるのかっていうと、決してそういうことではありませんし、まあもちろんそれも踏まえた上での、まあベーシックインカム的なものも出てくるでしょうし、まああと10年後とかにはもう今私たちが思っているこの当たり前のこの社会ってのはもう本当にひっくり返ってるんじゃないのかなって思いますよ。はい、次はホプコノさん、いつも拝聴しています、ありがとうございます。付き合ったばかりの彼氏がキリスト教であることを教えてくれました。将来の奥さんには信仰してほしいそうですが、私は嫌だと伝えました。彼が信仰することは尊重したいのですが、私自身はルールに縛られたくないかなといろいろ思います。不毛です。彼との関わり方や自分との向き合い方にアドバイスいただけたら嬉しいです、という、まあ、のコメントですね。はい、ありがとうございます。本当にそのキリスト教というか、まあ、どんな宗教でもそうなんですけども、ちゃんと理解してるんだったら人を誘ってこないはずです。で、イエスの言葉にその神とは愛だっていう、まあ、有名な言葉があるんですけども、でもどんな宗教でもそうなんですけども、本当ね、教義ってね、根本は愛なんですよ。で、愛ってのは相手を許すこと、相手を尊重することなんですよね。で、相手を許す、相手を尊重するってことは、たとえ自分の奥さんが自分と違う宗教を信じていても、その宗教的なものに全く興味を示さなかったとしても、それを許してあげるのが愛ですし、それを尊重してあげるのが愛なんですよね。だから本当に愛とは何かっていう、このいろんな宗教で言われているその根本の部分を理解できているんだったら、多分その誘うってのがもう間違いだと思います。で、一回ぐらいは誘ってくるかもしれないんですけども、そこで私嫌ですって言ったら、もう二回目誘ったら、それ全然分かってないと思います。はい。というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。のりさんでした。